数列の関係と極限値の関係について考えましょう。すべての N について数列 AN と数列 BN の大小関係が必ず BN の方が大きければ AN の極限と BN の極限も同じ大小関係が成立します。また3つの数列 AN、BN、CN の間で AN と BN の間に CN が必ず値を取る、そのような不等式が成立していれば AN の極限と BN の極限の間に CN の極限値が入っています。